腹減ったな。給料も減ったな。なんか食うもん作ってくれ。無駄に年食ってるだろ。そんなもんで腹が膨れるか。自分たちの食費もないのに、ジョイスさんのご飯なんて作ってられませんよ。じゃあ材料費は出してやる。200円。余ったらお前らの給料にしていいぞ。お使いかよ。美味しくなかったらもち没収だから。てか何もできないだろう。僕に任せてください。え、極限まで安く作って差額もらえば、普段の給料よりこっちの方がお得でしょ。悲しすぎる現実。節約一食0円最強激安ズボラ飯リゾット。とりあえず何か作りましょうか。社畜飯の知識なら無駄に豊富だから、一応何でも作れるよ。ペンギンが。俺かよ。200円か。とりあえずリゾットかな。え、200円で。ご飯をごま油で炒めてトマトスープを入れる。そこに味噌汁と鶏ガラスープの素を入れて水分を飛ばし、溶き卵とチーズを入れたら完成だ。あー、美味しそうです。5分もかかってないじゃん。睡眠時間の確保は必須だからな。お金だけでなく時間の節約も。199円、ほぼ全額か。まあいいじゃん、僕たちの食べる分だってあるし。一食分の食費が浮いたと思えば悪くないですね。ま、そうだな。ない、なさぐる。トマトの味がよく染みてます。味噌汁の素を入れることでコクも出るんだ。唐辛子とか入れても美味しいかも。たった200円でこのレベル、社畜の生存本能を侮っていたか。ならばこれを利用しない手はないね。焼かずそば。まだ200円で何か作ってくれ。またか。いいじゃん、食費も浮くし。それにうまくやればもっと利益出せますよ。仕方ないな。おっと、言い忘れていたが、給湯室のキッチンは使えなくなった。え、昨日は使えたじゃないですか。実は俺も真似して作ってみようとしたんだが、使い方がわからなくていろんなものが壊れまくった。そういうことだから、おのおの家で作ってくれ。え、お前ら全員ついてくんの。僕らも食費浮かせたいからね。ごちになります。俺を帰らせたければさっさと料理を作ることだな。クソが。だったらあれしかないか。あれ、俺が作るのは焼かずそばだ。何それ。焼きそば麺を皿に入れ、野菜の切れ端を雑にぶち込む。あとはソースを入れてチンするだけ。ない。これで80円の儲けだ。フライパンを使わないから洗い物を最小限に抑えられる。これぞ時間のない社畜の味方。焼きそばをあえて焼かずに作るなんて。うまい、うますぎる。時間も材料も抑えるとは、なんてクソケチ限界社畜なんだ。全部お前のせい。激安時短パスタ。自分が作るのは納豆パスタです。おお、パスタか。でもパスタって茹でるのが面倒じゃない。なのでこれを使います。なんだそれ。100均製電子レンジ調理器です。なんとこれでお湯を沸かして作るより3分の時短ができるんです。すごっ。3分あれば寝れるな。それ気絶じゃない。あとは茹で上がったパスタによく混ぜた納豆を入れるだけ。最後にお好みで卵黄と刻みネギを入れれば完成です。どれどれ。うまい。素朴だがどこか安心する味だな。上司さんは発酵食品と相性が良いと思ったので狙い通りです。そうなの。上司さんって小児が腐ってるじゃないですか。くそ。フライ。次は僕の番だね。なんで田んぼ。材料費浮かせるために食材を取りに来たんだ。窃盗はまずいですよ。今回は違うよ。今回はとか言ってる時点で黒だろ。ここで取れるのはこいつ。ザリガニですか。さあじゃんじゃん取って。残業後に何してるんだろう。余った分はあげるから。いらないから帰っていい。こんなもんかな。結局付き合わされた。これ結構泥臭いですけど大丈夫ですかね。まあちゃんと調理すればきっと大丈夫だよ。まず殻を取って、それから卵とパン粉で衣をつける。あとは油で揚げるだけ。エビフライならぬザリガニフライだね。それうまいのか。まあ上司に毒味させればいいでしょ。エビフライです。すげえ嘘。たった200円でエビが買えるのか。アメリカ産なので。アメリカザリガニってだけ、産地日本ですし。どれどれ。うまい。マジか。身は小さいが引き締まっていて旨味が凝縮されてる。新鮮なうちに調理して素材の味をしっかり活かしました。旨味も凝縮されてるはずです。多分。でもちょっと泥臭いというか、ドブ臭さもあるな。あー、それはきっと上司の大衆ですよ。なるほどな。納得すんのかよ。ゼロ円丼。お前らまたいつものやつ頼むぞ。今回はどうしましょうか。そろそろレパートリーも尽きてきたしな。じゃあ僕に任せていいよ。何かアイディアあるんですか。究極のゼロ円丼さ。うん。まずはご飯だね。どこここ。やよっけん。え、普通に外食じゃ。まずはここのご飯おかわりどころでご飯をよそいます。あ、
この時何食わぬ表情が重要です。次にサイの粉チーズ、ここでも何食わぬ顔が重要です。サイって粉チーズ有料になったような。スーパーで牛脂ももらいましょう。試食のウィンナーがあればそれももらいましょう。次にフードコートにあるタイプの丸製麺で出汁とネギと揚げ玉をぶち込みます。ここは小敷の野郎どもが多いので警戒されやすいです。鏡見る。最後に寿司にある醤油、わさび、ガリを乗っけて完成。ゼロエンターン、倫理ゼロ定期。これ合法なんですか？ギリ違法。ダメじゃん。あとサイのチーズって有料になりましたよね。シャチ君しつかい。おい、そろそろできたか？できました。どうぞ。これはどうですか？うまい、うますぎる。よっしゃ。ごちゃ混ぜなだけなのに企業努力の賜物だな。よし、これにしよう。お、なんだ、これのレシピを教えてくれ。わかりました。何するんでしょうね。だいたい刺した。完成。社畜の200円レストラン。わあ、やっぱり200円でもあの丼は原価が0円だから大儲けだ。これで当初一部上場だよ。妄想全部以上。すいません、社畜丼一つ。いいよ、バンダイ行くぞ。はい、まずは弥生県へ。なんかそろそろ新規事業を増やしたいな。水族館でもやるか。そんなノリでビジネス始めることある？とりあえずペンギンとシャチ君いるし、お金もかかりませんからね。なんでお前まで乗り気なんだ。そんな水族館で飼われるなんて絶対嫌です。次回、ホウジロザメが水族館にいない理由とはって思いましたけど、毎日餌もらえますし。某企画より全然ホワイトで最高だな、この生活。プロットと東京タワー、夢のコラボがついに実現。楽しいミニゲームや限定グッズ、コラボチケットなどが盛りだくさん。みんな、ぜひ遊びに来てくれ。ペチペチ。お知らせ。シャチも夜食か。って何してるんだ？決まってるじゃないですか。ペンパイの無限回収です。は？絶賛販売中のコンビニプリントのペンパイのイラストが可愛すぎて。え？これでいつでもどこでも空腹を紛らわせられます。ペンパイもぜひプリントしましょう。持ってないやつだったら交換できますよ。もちろんペンパイのと。あ、はい。ペンペンコンビニプリントの詳細はこちら。書き下ろしのランダムブロマイドで、中にはシークレットもあるみたいだよ。他にもカレコレフラグちゃん、ギャルミのエンマちゃんも同時に販売中だ。みんな、僕の可愛いブロマイドぜひゲットしてね。俺のが出るまで何度も挑戦しろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン、チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのにやめられない。